助かる気がない人をわざわざ助ける必要はないよというのも人生に残された時間っていうのは有限ななわけなんですよね僕たちにとってどうでもいい人との飲み会とかに時間を使うと残りの人生で家族とか親友とかと過ごせる時間とか自分の将来の夢を叶えるために自分磨きをする時間とかがどんどん減っていくわけなんですよね。で結局自分の人生を変えられるのは自分だけなわけなんですよ。それれにに僕たちもその親ととかか先生とかになんか色々説教されて はいいありりがとうござまますす変わります勉強しますとかなりましした勉強しなさい宿題しなさいというふうに言われて「はいわかりました」ってなりますなんないでしょうああ面倒くせえな説教早く終わんねんかなーっていうふうになりませんそれと同じですよ僕たちがどれだけおせっかいをかけても本人に変わる気がなかったら意味がないわけなんですよ僕たちは馬を水辺に連れていくことはできてもその水をど飲むかどうかっていうのは馬次第なわけなんですよねで自分の言うことを聞いてほしかったら背中で語りましょうって話なんですよ 皆さんもなんか親が勉強しようっていうふうに言うけど親は俺たちの目の前で別に勉強したいとか本とか読んでないじゃんって仕事が忙しいっていうふうに言い訳してるかもしれないけど自分がやってもないことを俺たちに押し付けてくんなよって指示してくんなっていうふうに思いませんそれと同じっすよ相手が僕たちの言うことを聞かないのは別にお前のお前のこと尊敬してないから別にお前の言うこと聞こうと思ってないしっていうふうに思われてるという何よりの証なんですよ僕たちの目の前で例えばアイドルでも芸能人でも誰でもいいんですけど尊敬する人が目の前にいたら どうやってそのように成功,成功できたんですかっていうふうに聞きたくなるじゃないですかつまり相手の方から率先して僕たちに質問してこないとかアドバイスを求めてこない僕たちの行動を真似しない時点で結局人間は相手のアドバイスを聞いたらその人に,その人に似た人間になっていくわけなんですよねだからお前のアドバイスを聞いてお前みたいな人間にはなりたくねえぞっていうふうに周りにその人たちに思われているという何よりの,何よりの証なんですよ。相手に真似して欲しししててかっったらままずは自分が行動で示しましょう,っていう 参考にしたいと思ってもらえるような実績を作りましょうって話なんですよねで、まあ、世の中の大半の人間っていうのは集団と同じ行動を好むわけなんですよね例えば集団全体があの沈むゆくタイタニック号のように不幸の道に進むとしてもねで大半の人間って自分の人生を本気で変えようと思ってないわけなんですよね失敗してもいいから少子高齢化人口減少で終身雇用も崩壊している日本の社会の中で。 周りと同じことをして転職もしないし副業もしないし契約もしないし投資もしないしあの自分の健康にも気を使わないそんな風にみんな,みんなもやってないから別にいいんでしょっていう風にゴミみ,みたいな人生が待っているとうすうす感づいていながらもその現実から目を背けてみんなと同じ道を行きたがるわけなんですよ赤信号みんなで渡れば怖くないってやつですよね。で あの悪口を言われる人とか石を投げられる人ってその道から逃げたいっていう風に思った人なわけなんですよ結局悪口を言う人っていうのは一生脇役で悪口を言われる人っていうのは主役なわけなんですよねで自分の人生を変えられる人たちっていうのは他の人たちと違う行動を選ぶことができた人たちばかりなわけなんですよねみんなと同じ行動をしてもみんなと同じところにしかたどり着けないわけなんですよこれ当たり前っすよね皆さんの尊敬する人たちって常識人とかいます やっぱり芸能人とか起業家とかってみんなと違う道を歩んだから僕たちの記憶に残ってるわけじゃないですか。世の中のこの身のの中身回りのこの常識人人好きっって人います僕はちょっと思いうか,ないんですけどてか僕たちが自分自身に才能ないっていうふうに気づいてるんだったら思ってるんだったら才能のない凡人がみんなと同じ行動しても同じ成果しか手に入らないでしょって話なんですよね。アイインンシュタインさんの名言でも 周りと同じ行動を繰り返して同じ結果をのあの違う結果を望むことを人はそれを狂気と呼ぶというような名言も残してるわけなんですよね。で本人が望んでもないのに誰かにおせっかいをする親切をするっていうのも本人は感謝しないわけなんですよ。余計なお世話なわけなんですよね。僕たちだって将来のことを考えたらもっと勉強した方がいいぞとかこうした方がいいぞみたいな風に上から目線でアドバイスしてくるやつの言うことを聞きます。ありがとうってなります。鬱陶しいの黙っとけよって思いませんそう、結局僕たちは余計なお世話はしてるわけなんですよ、ね とととかか過保護な親ああるあるだと思うんですけど子供本人とかが知らないところで助けても例えば自転車が倒れそうになった時にあの親がすぐにその地面と自転車の間に入り込んで子供を支えたとしましょうそういう生活を親御さんんはずっっとででででききますすすかって話なよよねできないですよねいそして子供からしたら助けてもらったという自覚がなかったら自分できるじゃんっていう風に思ったりとか天つさえその親が助けてくれたなんて思ってないから感謝なんてしないわけなんですよね。 だから自分の実力を過大評価しちゃうわけなんですよ。仕事とかでもこの人ミスりそうだからこっそり助けておこうっていうふうに思ったら相手はなんだうまくいったじゃんっていうふうになって結局自分が毎回その人をかけながらサポートしなきゃいけないわけなんですけどそんなことできます僕は嫌なんですけど。で僕たちが助けないところで助けが及ばないところでいつか必ずその,あの世話をしていたらで放置したらその目をかけていた人っていうのは大きなヘマをするわけなんですよ。だったら子育てでも同じなわけなんですけど周りの あのフォローができるようなそういう余裕のある状態のうちに早めに失敗を経験させておくことの方が本人のためになるというふうに思いません、まあ、も,もちろん僕たちのためにもなりますしねだから例えば子供にはたくささんんの失敗とか挑戦をさせよようって話なんですよもちろん僕たちも何歳になってもたくさん挑戦失敗が必要なわけなんですけどそして若いうちの挑戦っていうのはいくらでも人生巻き返す機会っていうのが多いけどやっぱ40代50代とか年取ってから挑戦して失敗するとその名誉を挽回するチャンスってあんまなくなってくるわけなんですよね だから若いうちからたくさん失敗することが重要なわけなんですけどまあ過保護なう親っていうのはそのまあ情けは人のためならずっていう言葉の間違った使い方としてあのその人を助けたらその人のためにならないっていう間違った使われ方がありますけどただその内容っていうのはあながち人間の心理として哲学として間違ってはないわけなんですよね。 あんまり人のおせっかいいばかりをしていたらその人のためにもならないよって話なんですよね。で相手のことを思ってっていうふうに思うかもしれないけど結局メサイアコンプレックス誰かを助けることで自分はこの人の役に立ってるだから自分は存在意義があるんだみたいなふうにその人のためじゃなくて結局自分のために行動してませんって。でその結果自分で考え行動する機会をその人から奪ってませんって話なんですよ。だかから何が言いたいのかっていうと 結局自分は自分他人は他人なんだからいくらながつながっていても365日24時間死ぬまで自分と一緒にいてくれるのは自分だけなんですよ親は結局自分よより先に寿命が来ちゃうわけなんですよねだからそれぞれ他の人間なんだっていうふうに課題の分離をして自分の人生の最終責任者は自分なんだあなたの人生もあなたが好きにしてくださいっていうふうに割り切ること放っておくということそして無駄におせっかいをして自分を消耗させたところで。 それって相手にとってもただの迷惑だしお互い傷つくだけお互いネガティブな感情になるだけだよねってだから変えようというふうに思ってもそう簡単に人は変わらないわけなんですよねそんなことにも気づけないまま愚か者たちに手を差し伸べようと自分の人生を無駄遣いする僕たちもまた愚か者なんだよということをお伝えしたかったです。